特別な注意の呼びかけについては先ほど17時をもって終了いたしました。内閣府は先週8日に発生した地震に対する特別な注意の呼びかけを終了しました。その巨大地震注意の呼びかけをめぐってあることが問題に。社会経済活動の方は継続をしてほしいというようなことであったということであるんですけれども、そこについてもですね、より一層丁寧にご説明していく必要があるんだろうなというふうに考えております。巨大地震注意が発表されたことによってさまざまな影響が。宿泊施設では予約キャンセルが相次ぐこととなりました。宮崎県日南市のこちらの宿では地震による建物被害はほとんどないものの、予約者の半分以上がキャンセルに。また和歌山県白浜町でも、お盆の期間というのはこの白浜ではですね、やっぱり一番単価も高いですし、一番お客様が来やすい時期になりますので、打撃としては一番大きなところですね。武蔵の場合は、こちらに出ておりますように5600万 の、 被害が出ております。白浜町では先週の1週間で宿泊のキャンセルなど旅館組合全体の損害は5億円にも上ると見られています。さらに白浜町では海水浴場が一時閉鎖になりました。野村総研によりますと、南海トラフ地震への警戒で旅行関連消費は3ヶ月でおよそ2000億円減少し、経済に悪影響を与えるといった試算も。今回巨大地震注意が出されたことにネットでは、自粛などは一切不要だと周知できないなら出すべきではない、旅館は損失の賠償請求をすべき、なぜ過剰ともいえる反応を招いてしまったのか。ではゲストをご紹介します。日本地震予知学会の長尾俊康会長です。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。もう今回注意が出た時点で、過剰な反応になってしまったと、これどのあたりに問題点があると思われますか。一つはですね、やはり政府と気象庁の記者会見の時に、これは通常の状態を、生活を送ってくださいということをもっとはっきりと言うべきですね。でそれからあとはどれくらい可能性が数倍高まったと言ってましたけども、どれくらいかというと1000回のうちに、もしこの情報が出ると1000回のうちに5回ぐらい大地震が起きる、で普段は 1000回情報を出すと1回ぐらいなんです。だから5倍というのはそういうことなんですけども、0.1% が 0.5% になったと。ですから 0.01 じゃない、失礼しました、 0.1% が 0.5% です。ですから 0.5% を大きいと見るか小さいと見るかなんですが、例えば雨だったら30% とか 70% とかよく、これはちょっと今日は長い傘持ってこうとか、折りたたみでいいなと、相場感ができてるんですよ。ところが巨大地震というものはある意味槍が降ってくるようなもので、もし起きたら確実に怪我をしたり死んでしまうということから、非常に確率は低いんですけれども、警戒、こういうことを出したと。であとは分かったことはやはり知らせましょうというのが今の政府の方針で、出したこと自体は問題ないと思うんですけども、問題はその時に的確な説明ができなかった、あとはどういう反応が起きるか分からなかったということですね。これ受け手の我々はどれくらいの感覚だと思えばいいんですかね、巨大地震注意と言われた時には。これはですね、ほとんどある意味100回に1回ぐらいしか来ないというか、非常に低い確率だと思っていただいていいと思います。1000回に1回ですか。1000回に1回ですね、1000回に5回ですね、1000回に5回ぐらいのものだと思って、それくらいの確率ですから、通常の生活を送っていただいて、ただしその時に、準備というか、従来の防災対策を、要するに地震が予知をできても、予知をすれば地震が来なくなるんであればいいんですけど、予知をしてもしなくても来るときは来ますから、防災というものは独立でやる、その独立でやるきっかけをこういうものを使ってもらいたいですね。これ一方でその巨大地震、臨時情報、巨大地震注意が出ない状態で、もし万が一そういった地震が発生してしまったときというのは、もう責任は国にあるというふうに考えられてしまうじゃないですか。そのあたり国のこのなんてスタンスというのを教えていただけますか。それがあって国は今地震予知ができないと、実はその
巨大地震が起きたというのは実は半割れというこの巨大地震、警戒というのがあの3段階のうちの1つありますよね、うん、これは実は昔でいう東海地震が起きたことなんで、それが起きた時にはもう 大津波が来て大きな被害が出てる状態でそれを出すんですよ、うん、だから実はこれはあまり出ても私個人は意味がないと。で意味がある情報はこの実は巨大地震注意、これしかないんですよ、うん、巨大地震警戒というのはもう大きな被害がもう出てるんです。 M8 以上、要するにこれ昔の想定東海地震がまさにマグニチュード8なんで、判断する余地がないと、判断するものでもないと、これが起きたらもう誰でもとんでもないことが起きたということが分かる状態なので、うん、あのその注意ということに関してこれがどういう意味を持つかというのをもっとよくいろいろ啓発していく、うん、今回の、まあ、ある意味この壮大な社会実験が行われたわけで、これによって、発表の仕方あるいは、啓発発表いろんなことを考えていく必要がありますね。だ結局本当に次の日に来るかもしれないっていう状態ではあるんですよね。 はい、でも日頃そうなんですよね。そうなんです。だから本当に地震が、起こってない地震を注意するのってじゃあもう日頃からやんなきゃいけないのに、わざわざ巨大地震注意って出す意味というのはどういうふうにあると思いますか。やはり普段全くあの地震のことを考えてらっしゃらない方もいて、実は前回 のこのアベプライムである方は、はい、いや全然私はそんなことは考えたこともないという方もいましたので、やはりそういう方を少しずつ啓発していくのにはやっぱり、必要なんではないかと思いますね。テフさんどうですか、ここまで話を聞いて。まあ、あの狼少年っていう物語をね、皆さんご存知だと思うんですけど、まあ、あれはよくその、ね、狼が来たって嘘をついてた子が良くない、まあ、そういうふうにやってると本当に大事な時に信用されなくなるよっていうふうに言われますけど、まあ、結局あれは結局その町の人たちがその正確性を判断できなかったことによって町の人たちが被害を被ったっていう話でもあると思っていて、まあ、そういう意味ではなんかそのもう今回僕が見てて思ったのは、まあ、これまあ日本人が特にそうなのか分かんないですけど、まあ、佐賀としてもうあんまり判断ができないというか、そういう時にどうしたらいいか分からないっていうのがあるなと僕は思っていてですね。でまあ、それ 3.11 の時もそうだったと思うんですけど、むしろ僕はその1000分の5になりましたっていう事実だけを淡々と伝えてしまうと、 もっと多分何をしたらいいかわからないというか、はい、じゃあどうすればいいんですかっていうふうになると思っていて、むしろさっき農場さんがおっしゃったような、うん、そのまあちょっと電源を抜いてみるとか、うん、靴出してみるとか、行動に、ね、ちょっとなんかタンス やばいぞって思ったら布団ちょっと変えてみるとか、なんかそういう小さな行動の例を例えばいろいろテレビとかで紹介していく、なんか単にその警戒です注意ですみたいな、そういう漠然としたものではない情報を何かもっと積極的にメディアが提供できなかったのかなと思います。これ先生にお伺いしたいんですけど、はい、なんかあの東京大学の教授さんかなんかがこう脅しによる防災はこう効果の持続性が低いっていうようなことをおっしゃっていて、つまりこう自動車教習所とかあと免許の更新の時にこう事故の動画とか見せられたりするじゃないですか。であれもその時はあやばい気をつけようと思うけど、こうまた2年3年って経っていくとこうそれに対する警戒心が薄れていってしまうというのと同じで、こう恐怖を煽ったりとか不安を煽ってこう防災しましょうっていうのが難しいんじゃないかっておっしゃってる方がいるんですけど、先生はこう何がこう伝え方としてベストというか。やはりそれはあの地震というものがどういう性質を持ってるかとか、やはりある程度やっぱりその地学というかいわゆる地震についての知識を日本人として持ってることがあのいいと思いますね。あともう一つ、実は日本人ってあの意外とお上の言うことを聞くんですよ、うん、でこれですね、ヨーロッパでやっぱりギリシャで地震予知騒ぎが来て、その時はちゃんと地震が来たんですけれど3日後ぐらいに、その時はあの強い家に住んでる人は何もしない、私は家が強いから、で自分の家が弱いと思う人はもうビニールハウスとかも外に寝てるとか、要するにかなり自分で決めるんですよね。ところが日本の場合はやはり、まあ、こういう情報が出た時にどうしたいということを意外と政府のことを日本人は聞くんでしょうね。だからその辺を含めるとやはりリテラシーというか防災に対するリテラシーが上げていくということ以外にはこれ狼少年にならないためには一番必要じゃないかと思いますね。リテラシー上げるためにはどうしたらいいんですか。じゃあさっきのテフさんのメディアで何かやったりするのか、それともこう各自でできることがあるのか。一つはだから例えば日本の家は非常に例えば強いということを知らせるとか、あとは津波以外では日本の家がちゃんと建ってれば潰れることはほぼ、まあ、99.9% ないですから、いかに日本の家が強いかということと、あとは鉄筋コンクリートであれば例えば津波浸水区域にあっても大丈夫だから、そこは上に逃げるとかですね、そういうことがちゃんと分かっていただくようなことを地道にやっていくしかないかもしれません、ね、あの今回の臨時情報で外れに対しての批判の声というのがかなりありました、はい、南海トラフ来なかったじゃないか嘘つきですとか、はい、まあ、気象庁予測が外れて誰か責任取ったのかとか、
で、まあ、岸田総理が外遊をやめたですとか、はい、まあ、それで匂わせられたら何かあるだろうと思うだろうとか、まあ、旅行キャンセルしたりした人もいたそうですし、政府の責任は大きいというような批判の声があったという、はい、じゃあ政府からするとそんだけ言われるけれども、じゃあ実際に情報を出さなかった、注意を出さなかった段階で地震が来てしまった時の責任の方が大きいじゃないかと。そうですね。そのリスク回避、はい、責任を回避するための政府のやり方というのは先生どのあたり、確かに今回も数千億の被害が、うん、旅行関係が出てるというのはありますけれども、はい、もしこれが不意打ちになった時には、うん、最大30万人ぐらいの方が亡くなって、うん、200兆円で、長期的には20年ぐらいでライフラインのもう全ての復興に1000兆円を超えるというようなことがあります。ですから、はい、どれくらいの普段の臨時情報を出すことによる損害を許容するかということもあるかもしれませんね。それを考えて、まあ、巨大地震注意を受け取っていけばいいというふうに、はい、あとはやはり今回は地震が来るとは政府も言ってないんですね、うん、普段よりも可能性が高まったと言ってるだけで、はい、うんうん、ですからそれを地震予知と思わないような、うん、教育というかリテラシーというか報道が必要ですね。為末さんどう思われます、このあたりというのは。まあ、政府は大きく言った方がいいに決まってると、うん、これ本質的に予想可能ですか。でも地震は非常に難しい質問ですけども、今まではそんな巨大地震の前に確実に現れる前兆なんかないよって言われてたんですけども、実は東日本大震災で直前なんですけどもついに見つかったんですよ、うん、今までマグニチュード8といういわゆる今回の想定されている、その前兆から起きるまでの確率は、これはほぼ 100%、 100%、 あと今までは 100発100兆です。でそれが出た時には来ますよって言えるってことですか。ただしこれ本当の直前で、東日本の時には40分前からその異常が始まって、それまでは普通と一緒ですから、普段とずっとこうグラフが離れていくと、あ、おかしいと気がつくのにやっぱり20分ぐらいかかるんですよ。ですから出せるとしても10分前とか20分前とか。この仕組みのことをご説明いただけますか。はい、まあ、日本版の GPS を使ってというところですけども、この導きというものなんですよね。はい、これだけでなくていいんですけども、導きというのは常時日本の上空にいる静止準天頂という衛星なんですけども、これが普段は例えば車自動運転とかですね、いろんなものに、あるいはビルの谷間でも電波が届くというのが目的ですけども、そのバイプロダクトとして人工衛星と地上の観測点の間の電子がどれくらいあるか、電子密度と言ってるんですけども、それが分かるんですよ。でそれで東日本大震災の時に初めて、東日本大これが出てますけども、これ揺れる1時間前20分前揺れる1分前で、要するに日本東北地方の上空の電子が急増してたんですね。これは地面電子が増えるということは地面がプラスに帯電してたんです、うん、ですからこの現象が今のところ18発中の18中なので、うん、この現象が出た時に例えばこういう臨時情報が出てこういうものと組み合わせるとか、うん、でただこれでももちろん 100% 絶対にこれが今のところ我々の感じで最初で言うと3回に1回ぐらいかなという、1000回に1回ではなくて3回に1回ぐらいにはまではいけそうだという感触がありますので。先生一応でも政府としては予測予知というのは困難という立場を取ってるわけですよね。おっしゃる通りです。だからこれを予知と考えてしまうとちょっと間違えたことになりますよね。これは先ほどの GPS のデータを使ったのはまさに予知なんです。起きる前の現象なんですけども、ただしそれが10分でいかに伝えられるかとか、まだこれ研究途上ですから、もしこれが実用化されるのはまだまだ何年も先というふうに考えています。まあ、でも未来は政府が予測してくれないとっていうのは相当無理がありますよね、うん、未来は分かんない。特に自然災害をコントロールしようっていうのはちょっと人間のなんか若干 ね、 そのあまりにも学者の方に期待を背負わせてもっていうのは、かなり精度高く、ね、やられたと思うんですけど、でも基本的には自然はコントロールできないっていう前提に立った期待値から始めないと、いつになったら分かるようになるんですかって話になっちゃうじゃないですか。予知をしたか、予知をしてもし地震が来なくなるんであれば予知でいいんですよ、うん、ところが予知をしたしても地震は来ますから、そうですね、要はそのための防災対策をきちんとやっていただく、うん、それしかないんですよね、うん、であとはやはり我々としてはできる限り最新の情報を出せるようなことは努力 しますけれども、うん、先ほど言ったようにリテラシーとか全く情報意味がわからない方もいますので、なかなかそこは難しい。少しずつ、
そうすると実はこの警報時代出すことに意味がないって可能性はないですか、はい、つまり皆さんが準備さえしていただければ違う方法でも構わないんですと、はい、わざわざこういうふうに警報を出すと3日とか4日経済が止まるんでこれやめた方がいいんじゃないですかって議論は成り立たないですか。今のところその議論はなくてやはりあの分かったことはできる限り伝えましょうというのが今の政府の方針で、でもどうしようもない情報を伝えられると結構困りますよ ね、まあそうですね、うん、だからこれによって今回検証が行われて どういう言い方がいいのか、あるいはこういう時はよりその臨時情報を出すクライテリア基準を引き上げるとかですね、そういうことも起きてくるかもしれませんね。どっちの方がいいですかね。そうですね、まさにそこなんですよね、うん、それ上げた場合じゃあそういった情報が出なくなった、はい、その状態で地震が起こってしまったらじゃあまた政府に責任だっていうのかどうかっていう、非常に皮肉な言い方をしますと、うん、まあ、こういう混乱がありますよね、はい、地震は突然来るのが一番被害が少ないっていうぐらいな研究もあるんです。要するにまさに不意打ちの方がそういう事前の混乱がないですから、ですからこれかなり社会いわゆる地震学とか理学だけの問題ではなくて社会学心理学の問題も含めて解決されていけない、ね、先生言いにくいかもしれないですけど、はい、先生自身はどっちがいいと思ってるんですか。私はやっぱり分かったらちゃんと伝えると、分かってることは伝えて、ただしその時に正確に伝えられるような、環境を整えておくということですね。アベマプライム進行の平石直之です。ご視聴ありがとうございます。これを機にチャンネル登録よろしくお願いします。